ってそういう場所だったんですね、うん、そうなんだよね。だからもう本当に見ててね、あ懐かしいなって思わずね、子供の頃思い出しちゃいましたよ。あのでもやっぱりお風呂屋さん閉めていかないといけない事情もあって、うん、寂しそうでしたね。そうだね。それからあの現代版神田川、あ、コックさんとホモさん、いや私あれね、真似っこさせてくださいね。あのデートはいいですね。いいよな、僕ももう一遍やり直したいな。じゃあ私はできるからやってみよう。そうだな。まあだけどやってね、お風呂の中で一緒に入るわけじゃないじゃない。そうですね。2人分かれていくんだけど、やっぱりあそこに人と人とのこう触れ合いがあるっていうことでね。まあ今日見てると僕はつくづく、この東京にもしお風呂がどんどんなくなっていってしまうとすればね、本当に東京の人と人の触れ合いがなくなっていくことに等しいと思うんですよね。残しておいてほしい。まあ週末ぐらい家族そろってね、ぜひお風呂屋さんになってください。一度食べたら忘れない、舌もとろけるうまいもの、材料吟味の優れもの、手間暇かけた自慢の料理、おまけに安くって大満足の、そんなお店はないものか。1000円1枚握りしめ、意地と根性で探してみれば、ないわけないぞ1000円グルメ。和食洋食中国料理赤ちょうちんにサロンバー、1000円ぽっきり感激の店を求めて突撃だ。全国民待望の1000円永久グルメが続々登場。お楽しみに。